ボーイズグループ RIIZE ライズの地上派初冠番組 RIIZE サプライズライブテレビ朝日系新0時30分から深い知事が今日5日に放送される2週にわたって放送された同番組が完結する番組カット互いの手を重ねエンジンを組む RIIZE 同番組では RIIZE の貴重なステージパフォーマンスを番組化 先週に引き続き、約300人のファンを目の前にした、一夜限りのサプライズ満載のライブパフォーマンスで魅力を伝える。ドローンカメラを使ったサプライズ映像満載の、インポッシブル、同局系ドラマ、顔にドロー塗る、の主題歌であり、日本デビューシングルに収録されている、セームキーのステージで盛り上がりも最高潮になる。ステージトークでは、日本のファンに教えて欲しいことを発表。 ライブで盛り上がるギャグや決め台詞は、日本のファンたち、どうしてそんなに可愛いのといった質問がメンバーから寄せられる。そして、B-My Next のパフォーマンス中には、メンバーから、サプライズ、だ。胸キュン必死の演出に、再びスタジオの観客からは悲鳴が上がる。放送後は、前編でも話題となったメンバーごとのチッケム動画をテラサに公開。 インポッシブルのパフォーマンスをすべてドローンの目線で追った完全版ステージを全編に渡り収めたライブ完全版の配信も開始される。